休み特別企画、捨ててしまいがちなかまぼこ板をリメイクするよ。かまぼこ板の水に浮く性質を利用して船を作るよ。今回使用する材料はこちら、使う道具はこちら。まず牛乳パックで3つ型を取ります。 A の型は縦はかまぼこ板の短い辺に合わせて、横は15センチの長方形の型を取ります。その中央は縦2センチ横8センチの長方形に切り抜きます。 B の型は横15センチ両端は縦に1センチ中央は縦に 2.5 センチのところに印をつけて線でつなぎます。 C の型は縦2センチ横5センチの長方形の型を取ります。型が取れたらカッターナイフで切り取ります。次に船のスクリューを作ります。 C の型は三角形に折り曲げてテープで留めます。丸めたら真ん中の部分にハサミで切り込みを入れます。 A の型は半分に折って輪ゴムを挟みます。輪ゴムが緩い場合は貼るように輪ゴムをくくって調節してください。牛乳パックの口をテープで留めます。輪ゴムの間に C の型を入れて切り込みに輪ゴムを引っ掛け、かまぼこ板にテープで貼り付けます。最後に B の型は半分に折り曲げて、かまぼこ板の A と C を貼り付けた反対側にテープで貼り付けて出来上がり。みんなも作ってみてね。明日もお楽しみに。